あ、ごめんなさい。そこどいて。ちょっと通してね。大丈夫よ。このデータは重さが設定されてないから。これはハロウィン用よ。お祭りの飾りなの。ハロウィン？ああ、ケルトの祭りでしたっけ。我々の時代には祝うことが禁じられていたので、よく知らないのですよね。アリスのハロウィンは仮装したりお菓子をもらうイベントで、宗教や政治は関係ないから一緒に楽しんで大丈夫よ。お菓子もらえるのですか？トリックオアトリートっていうやつよ。お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞって意味ね。それで大抵はみんなお菓子をくれるの。お菓子もらい放題？なんと素晴らしい。ではでは早速トリックオアトリートしに行きましょう。今から？ちょっと心配だからついて行ってあげて。トリックオアトリート！お菓子をください！お菓子お菓子！アマデウス？急にどうしましたの？トリックお、彼女は何をおっしゃってるの？ああ、ハロウィン。そういえば、私の周りに集まる女の子たちもお祭りがあると言って楽しみにしていましたわね。お菓子をもらったり配ったり、当日は仮装などして繁華街を歩くイベントもあるそうですわ。仮装ですか？楽しそうですわね。女王様の仮装、ファビュラス。コスチュームなら研究所でご用意できますよ。うわぁ、何ですかこの方々は。突然現れたら驚くじゃないですか。あら、ごめんなさい。この方々は個人的に私に仕えてくださってる書院さんたちですわ。よろしければ皆様で仮装をどうぞ。一般的なものであればすぐにでもご用意できます。お望みであれば取り寄せることも可能ですよ。まあ素敵。ハロウィンといえば仮装でしたよ。クレオパトラ様もお試しになってはいかがかしら。そういうお祭りですのね。よろしいですわ。ご一緒いたしましょう。これは楽しみですわ。さあ、あなたも行きましょう、アマデウス。お菓子が欲しいだけなのに衣装まで選ぶんですか？さあ、こちらがカタログです。どれでもお好きなものをお選びください。あ、私のおすすめはこちらです。皆様ありがとうございます。たくさん用意してくださったのですね。ファビュラス。アントニア様、キャワタンはありなんですか？他国の貴人の前では慎んでいますのとか以前おっしゃっていたような。あ、大丈夫ですわ。クレオパトラ様は今は衣装に夢中ですもの。エジプトのファラオを相手にするのですから当然ですわ。失礼があってはフランス王室と聖火ハプスブルク家の不名誉になってしまいますもの。それよりアマデウス、あなたも衣装をお選びなさいな。ハロウィンなのに仮装してないなんてありえませんわよ。トリックオアトリートしたいのでしょ？え、もしかして仮装の方がお菓子もらえたりします？お化けの格好をすればびっくりしてお菓子をたくさんくれる方がいらっしゃるかもしれなくってよ。お化け、なるほど。そうしましょう、そうしましょう。ぜひともそうしましょう。お化けですね。ではこのデータをどうぞ。
りですし、お化けなのに可愛くていいのか。いいことにしましょう。私はそうですわね。これは魔女の衣装ですかしら。こちらにいたしますわ。どうかしら、似合いますかしら。あらまあ、あなたまで。気を失わないでくださいね。でもありがとうございます。あ、ファビュラス。魔女姿の女王陛下、尊い。あらあら、これはまたヒポクラテス様に叱られてしまうかしら。どれも可愛くて迷ってしまいますわ。吸血鬼もスタイリッシュで映えそうですし、思い切ってゾンビメイクもいいかもですし。決めましたわ。やっぱりモフモフが可愛いですわ。ダウンロードしましたよ。ますわね。後で一緒に撮影会いたしましょう。まあ可愛らしい狼さんですこと。せっかくですからこのままお出かけいたしましょう。いいですね、いいですね。この格好ならお菓子がもらえるはず。では繁華街へ参りましょう。きっと映え画像が撮れます。ですわね。いろいろな飾り付けがされていて目移りしてしまいますわ。ファビュラス。あら、ごめんなさい。あまりあちこち見回さない方がよろしいかしら。それではせっかくの飾り付けが楽しめませんわ。帽子をもう少し目深にかぶられたらいかが。それは良い案ですわね。ではそういたしますわ。ところで少し喉が渇きましたわね。あら、おいしそうなジュース、どこから出てきたのかしら。せっかくですから座ってゆっくり飲みたいですけれど。まあちょうど椅子が。もしかしてこの魔女の衣装は本当に魔法が使えるのかしら。なんて楽しいのかしら。はあ、我々の奉仕を魔法とはしゃいでお喜びになる女王。いえ、魔女様尊え。ファビュラス。あら、そういえば。おお、ファビュラス。まあごめんなさい。王妃様と小さい音楽家さんはどこかしらと思って探そうとしたら帽子が邪魔で思わず。少し前から見当たりませんわ。ねえ、誰か行方をご存じない。すみません、我々は女王様しか眼中にございませんでした。ファビュラス。あら、あの歓声は。狼とおっしゃってますわよ。
もうふもふですわよ。超かわいい。目線こっちこっち。あーこっちも取らせて。お決まりですわ。順番でしたよ。キャワタン、キャワタン、さすがマリーたん、やばい。映えすぎ、ヤバタニエン。どうしましょう。私、彼女たちの言語が半分もわかりませんわ。やった取れた。ねえ、これ SNS にあげていい？あ、そうそう、これ去年のハロウィンの画像なの。見て見て。あらまあ、マジカワですわ。この子と一緒なら映え画像バッチリですわね。でしょでしょ、こういうでっかいのがいると上がるよね。なんでか今年はないみたいなんだよ。がっかり。でもあっちにエモいスポットあるよ。あら、いいですわね。じゃあみんなでポージングですわ。まあどうしましたの？そんなに慌てて。クレオパトラ様とアマデウスは？ファビュラス！あら、あの声のあたりのようですわね。仕方ありませんわね。皆様、急用なので失礼しますわね。ごきげんよう。残念。マリータン、まったね。クレオパトラ様。あらあら、ごめんなさい。皆様を探していたらまた気を失われる方が。そちらは従者の方々が介抱なさっているようですから大丈夫そうですわ。それよりアマデウスが見当たりませんの。まあやっぱり音楽家さんは迷子ですの？そのようですわ。もうしょうがない人ですこと。探しますわよ。トリックオアトリート、トリックオアトリートですよ。あ、いましたわ。あそこで通行人に片っ端からトリックはトリートしてますわ。トリックはトリート、お菓子ください。気の早いお嬢ちゃんね。まだ何も持ってないわよ。あ、じゃあそちらのお兄さん、トリックはトリートですよ。無理無理、ハロウィンはまだ先だよ。ないならトリックですよ、トリック。へえ、どんな？それならまずいですわ。アマデウスはそのいわゆるお下品な冗談が大好きなのです。あらまあ、そうですの？でも度が過ぎていなければ。過ぎているのです。そのご不浄と言いますか、お手洗い方面と申しますか、妹宛ての手紙にそのような冗談を書くほどに。うわぁ、パトロン殿、止めないでください。私はトリック、トリックを。おやめなさいアマデウス。あなたの冗談は今のその姿で放っては場が凍るどころでは済みませんわよ。ごめんなさい、お時間取らせてしまいましたわ。トリックはまたの機会にいたしましょう。ファビュラス。ではでは、そちらのお兄さん、トリックオアトリートです。ああ、アマデウス、なんて諦めの悪い人。え、はあ、キャンディーでいいかな。はい、どうぞ。おお、トリート、トリートですね。やりました、やっともらえました。そんなに喜んでもらえるとはね。ハロウィンにはまだ早いけど。
でも間に合うかな。かぼちゃの飾りのないハロウィンになったら寂しいよね。ジャック、何ですの？さっきお友達に画像を見せてもらいましたわ。大きなかぼちゃをくり抜いて作るランタンですのよ。ハロウィンには付き物の飾りだそうですわ。まあそうですの。見当たりませんわね、かぼちゃなんて。どうしてかぼちゃがないのです？間に合うかなとは一体。ああ、僕はこの辺りのショップからハロウィンの装飾を受け負ってるデザイナーなんだ。もちろんジャックオーランタンも作ったんだけど、デザインを差し替えている最中の店舗からなぜかジャックオーランタンの飾りだけが消えてしまうんだ。消えてしまう？何度も何度も消えるたびに復活させるんだけど、やっぱり消えてしまってね。いたずらなのかバグなのかもわからなくて困ってるんだ。それは大変ですね。定番の飾りだけが消えてしまうなんて。早く解決するといいですね。ありがとう。こんな可愛い子に励まされたら頑張るしかないな。話を聞いてくれてありがとう。それじゃね。おかしなこともございますわね。ファビュラス、同じ問題がこの一帯で起こっております、魔女様。まあこの一帯で？あの方の手がけているお店以外にも被害が出ているのですか？なんてこと。ハロウィンは私のファンの女の子たちが毎年楽しみにしているイベントですのに、このままでは彼女たちもがっかりさせてしまいます。これを解決するのも高貴なる者の務め、ノブレス・オブリージュですわ。アマデウス、あなたの音楽で人を集めなさい。情報収集をします。私は今からもらったキャンディーを食べようと。後で私がケーキをあげます。ちょうどあちらにストリートピアノがありますね。盛大に演奏して差し上げましょう。まあさすが音楽家さんですわね。素晴らしいわ。早速人だかりができてきましたわ。クレオパトラ様、申し訳ございませんが従者の皆様のお力もお借りしてよろしくて。皆様、私のためにかぼちゃが消えるお話を聞いて回ってくださるかしら？もちろんです。魔女様への奉仕こそ我々の喜び。ファビュラス。思いがけず素敵な音楽が聴けたわね。たまにはこういうクラシックな曲もいいな。アントニア様、さすがに疲れました。ケーキだけでは割に合いません。そろそろ帰りたいです。なんとパトロン殿にお褒めいただけるとは。晩御飯は三つ星レストランを期待しても。あー、楽器より安くてもダメなんですか？音楽家さん、経費でごちそうを食べたければ研究所に利益をもたらす働きをしなければいけませんわ。情報収集のための人集めならカフェご飯ぐらいが相場といったところではないかしら。私今回結構頑張ったと思ったのに。仕方ありませんわね。一度研究所へ戻りましょう。一つ気になることもありましたし。ええ、私もですわ。あのことですわよね。そう、かぼちゃがなぜか勝手に動いて出て行ったというお話ですわ。さあ、情報整理ですわよ。まずは…ケーキですね！ご褒美のケーキです！あ
とになさい。あげますからもう少しだけ我慢なさい。スコーンもつけてあげましょう。はいはい、私も聞きましたよ。かぼちゃが勝手に動いて消えたという噂。ええ、どの場所に飾られていたかぼちゃもみんな勝手に動いたという噂でしたわ。目撃した人はもともとかぼちゃのお化けだからお店の宣伝パフォーマンスだろうと思ったそうで、あまり騒ぎにならなかったようですわ。それと大型廃棄データの収集開始を知らせる音楽が流れているのを聞いたという人もいましたよ。収集を頼む人はコールしてくださいっていうやつ。かぼちゃをくり抜いてランタンを作るイベントも中止になっているそうですわ。そのランタン作りですが、かぼちゃがまだなかった頃は株を使っていたとか。音楽が鳴ると消えるなんて、ハメルの笛吹き男みたいですね。まあ、あれは子供ですが。ちょっとお邪魔するわよ。ここにもないみたいね。あら、ビビアン様、どうなさったの？研究所のパーティー用に準備してたかぼちゃがなくなったのよ。ついさっきのことだから、間違えて運ばれていてもそう遠くには行ってないと思うんだけど。え？あの運んでた巨大なやつですか？そうなの。あんな大きいのが見つからないわけないのに。研究所内のかぼちゃまで消えたんですの？それはどういった状況でしたの？それが変なの。急にどこからか大型廃棄データ収集の作業中に流れる音楽が聞こえたのよね。廃棄領域に直接運べる研究所内で聞こえるのはちょっと妙だから、気になって部屋の外を見に行ったんだけど何もなかったのよ。だからてっきり誰かが見てる番組か記録映像の音だと思って部屋へ戻ったらかぼちゃが消えてたの。音楽と共に消え失せる、まさにハーメルン。アマデウス、研究所でまだその音楽が鳴っていたらその音を追えまして。この辺だけならいざ知らず、さすがに雑音が多すぎて無理ですよ。場所が絞れたらよろしいの？どこか音楽が聞こえてる場所がないかご存知の方いらっしゃるかしら？はい、突き当たりの廊下周辺です。ありがとう。そういうことらしいですわ。すごいわね、もうわかったの？さあ調べに行きますわよ。アマデウス、頼みますわよ。場所が絞れるのであればお任せください。もうこの先が突き当たりですわよ。音はどちらからですの？ほう、これは確かに大型廃棄データ収集の時の音楽。まあ聞こえますの？私にはまだ分かりませんわ。聞こえますとも。この音は分かりました。あのゴミ箱の中からです。ゴミ箱の、ということは廃棄領域からですの？あなたなら廃棄領域への出入りは自由ですわね。今すぐ私たちを連れて行ってくださいな。聞こえます聞こえます、こちらですよ。かぼちゃがいくつか同じ方向に引き寄せられて、この先に何かいますわね。まあ、あれは、あれがジャック・オー・ランタンですの？ええー、確かにジャック・オー・ランタンに似ておりますが、でもあれはポーンでは？間違いありませんわ。私のお友達が見せてくれた画像と同じカボチャですわ。どうやらカボチャの飾りが消える原因はあれのようですわね。
倒しましょう。ご尽力をお願いしますわ、クレオパトラ様、アマデウス。ええ、もちろんですわ。倒したら今度こそケーキですよ。わかっていますわ。さあ指揮を。これでとどめですわ。やりました、倒しましたよ。お疲れ様でした。皆様、お怪我はなさそうですわね。このポーン、一体どうなってますの？変な風に融合してるみたいですわ。アナリーゼするわけですね。おや、巨大カボチャに何か別のツールがくっついてます。廃棄データ収集ツールのようですが、取っておきます。ポーン化したカボチャに収集ツールがくっついてしまって、回収して破棄するという収集ツールに課せられた役目を延々と繰り返したということかしら。このカボチャは去年のハロウィンが終わった後捨てられたカボチャですから、自分と同じものと思ってカボチャを集め続けたということでしょうか。今年のハロウィンはまだこれからだということをこの子は知らないのですわね。なんだか少しかわいそうですわ。悪気があってのことではなかったのですね。不幸な事故だったのですわ。そうですわね。この子はポーンになってしまっていたから倒すしかなかったですし、ポーン化した部分がなくなればまた別の何かに生まれ変わることもありますよ。リサイクルというやつですね。ええ、きっとそうですわ。私たちが今ここにいるように、いつかまた生まれてくるでしょう。そうですね、そうであることを祈りますわ。カボチャが戻ってきたわ。やあ、湖の乙女、それは良かったですね。あの後、研究所員がみんなで対処してくれたから、町中のカボチャも消えることはなくなったそうよ。だから、あなたとアマデウスちゃんにもご褒美。お菓子、トリートですよ、トリート。ことは解決したのなら、繁華街のカボチャのオブジェクトもちゃんと飾られてますね。これは何としても見に行きたいです。ねえ、行ってらっしゃい、楽しんできてね。あら、アマデウス、待っていましたよ。ご覧くださいな、あちこちにジャックオーランタンが飾られてますわ。これが本当のハロウィンの飾りなのですね。あちらに映えスポット、とても画像映えする場所がありますのよ。いかがです？そういえば先日は取り損ねておられましたわね。ぜひ参りましょう。おや、この漂っている小さいジャックは、まあ、もしかしてあの子？あの子が生まれ変わった姿ではなくて？あのポーンになったジャックオーランタンは AI として再構築して繁華街にお返ししました。少し小さくなってしまいましたが、ちゃんと会えましたか？ビビアン、よ
お帰りなさい、ジャック。もうポーンになんてなってはダメよ。これならもう仲間をゴミ箱に呼び寄せる心配はなさそうですわね。おめでたいですわ。この光景も無事に取り戻せましたし、私のお友達もきっと大喜びですわ。ええ、みんなで共に祝いましょう。ええ、さあ一緒に踊りましょう。ファービュラス。では伴奏は私にお任せください。あなたもいらっしゃい、ジャック。ずいぶん小さくなって可愛らしいこと。これからはお友達ですわね。何を一人でしみじみしてるんですの？あなたも一緒に踊るんですわよ。ご一緒にどうぞ。お祭りはこれからですわ。ハッ